どうもこんばんは、デビルーフのドラム担当のカンタモンです。今日も一日お疲れ様でした。つってももうそろそろおはようございますの時間なのですが、やっていこうかなと思います。本日叩かせていただいた曲はですね、ローナショアーさんの、いや、厳密に言うと今日は叩いてないんですよね。今回ローナ・ショアーさんの曲をやらせていただいたのですが、今日叩いたのはアイスナインキルズさんの楽曲ですね。ただ前回ローナ・ショアーさんの楽曲を叩いた後、コメント動画を撮る気力がもう全く残っていなかったので、今日ね合わせて撮っちゃおうかなということで、今回の動画で公開させていただくのはローナ・ショアーさんの、なんだあれ、オブズバイス、叩かせていただきました。今回叩かせていただいたこのローナ・ショアーさんの曲は BPM がね、なんと260もあるんですね。これはちょっとメタル交通法に引っかかるスピード感ですね。これ逮捕しないといけないなということで、今回カンタマン警察ピンポーンとこうちょっと出動させていただいたんですけど、捕まえきることができませんでした。すいませんでした。でこんなことを言うと、一緒にできる曲に BPM300 の曲とかあんじゃん。お前はピンか。もちろん BPM というのが速さに直結するエッセンスでもあるんですが、その中で何をやってるかっていうのがその曲の、あのスピード感に関わってくるわけだ。例えば BPM100 の曲だったとしても、その中で32分音符が連発してるようであればとんでもねえ速さだなという風になるし、そんな感じでローナ・ショアーさんの今回の曲は BPM260 の中でですよ、260の中でもうめちゃくちゃ速いことをしてるんです。その260の中で一生16分音符が出てきてるんですよね。でもめちゃくちゃ速いんですよ。こんなことしてたらもうダメですよということで、今回挑戦させていただきましたが、カンタマンちょっとあの速度が多分追いついてなくて捕まえることができませんでした。なので、ローナ・ショアーさんのこの BPM に逃げ切られる様をですね、どうぞ楽しんでいただければなと思います。それでは聞いてください、 VTR。
異次元の速度は体感していただけたかな。この曲でもローナ・ショワーさんの中ではめちゃくちゃ遅い方だというのが恐ろしい話ですよね。これからもこういう速い曲機会あれば挑戦していこうかなと思いますので、お楽しみにお待ちいただければなと思います。今日はこの後ね、デビルーフの曲とか数本撮ろうと思ったんですけど、もうちょっとまた豆ができ始めてしまってるので、ドラムを頑張って叩きすぎてんなということで、今日はちょっとこの辺りでコメント動画ポチッと撮ったら終わっちゃおうかなと思います。というわけで今日はこれが最後の仕事だ。家に帰って寝るぞ。夕方に起きる。というわけで許してくれるという方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。今日も一日お疲れ様でした。明日も元気いっぱいに頑張りましょう。ということでバイバイ、ありがとう。信用テンションでござる。